ウーマより XMW コンバットトヨタ工藤めぐみ組の入場です。じゃあチャンスだよ。コーナーより全日本女子プロレス下田美誠三田悦子組の入場です。帰った帰った、頑張れ。第4試合サバイバルウォーゲーム30分一本勝負を行います。青コーナー FMW200 バンドコンバットトヨタイなりました。試合開始です。さあいきなりここで、はい、サバイバルゲームの試合が始まってしまいました。この試合のゲストは先ほど見事な試合をやってくれました長谷川幸恵選手に来ていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ興奮冷めやらないんじゃないですか長谷川選手。工藤めぐみが残忍から合体攻撃飛んだ。今日は本当に試合ごとにゲストが変わるので、ね、非常に放送席豪華なんですけど、選手は前にFMW マット、対戦してますので、そうですね、はい、そういうことから選ばれたと思いますけど、いけ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 、特に FM が相手だとなんか燃えるんじゃないですかと言ってきます。どうですか、今日は素晴らしい試合できたんですか、ご自身は。いやあまり分かんない、勝った後に膝がガクガクしてきたんで、あまり覚えてないんですけど、素晴らしい試合でしたね、ラジオ。そうですね、確かに長谷川選手としてはここは喋るよりも応援したいという気分でしょうけど、ね、ちょっとやっぱりここはこれはこれで、仕事してください。志子さん、これは因縁の対決というか、ね、前場の先輩後輩対決。そうですね、過去どうなんですかね、長谷川選手なんか聞いてます、前に戦ったことがあるかどうかっていうか。いや全然聞いてないですけど、でももう先輩後輩とか関係ないと思う、今は当然関係ないでしょうね、
それに試合数とかで言ったら、多分新田さんとか三田さんとかの方が多いと思うし、当然多いでしょうね、途中ブランクもあったんで、頑張ってほしいですね。まあ、キャリア的には一度なんで、多少当然同じ一緒になってる時期があると思うんで、まあ、やってると思うんですけどね。こちゃこちゃこちゃ、石田すごい、体の大きさが全然違うから抜けられないですよね。あれはそうですね、だからコンパットが出た時は三田選手が相手したのがなんか、あそうですね、そういう、向こうはそういう作戦考えてたんですかね、逆にだから、すごいんで、島田さん行きました、頑張ってください、さあ味方交代、さあおっと目つぶしから、だがすごい顔面かきむしり、全然気遅れないですね。そうですね、いいですね、ウエイトでは全然やっぱ違うんですけど、上背は三田選手の方が上ですし、そんなになんか上負けしないと思いますよ、気迫もね、上回るものがあるし、さあボディスターズをコンバットが加えて、なんかそれが黙ってられないって感じでしょうけど、ね、私は。ちょっとこれは簡単に逃げられちゃいますね、あまりにも体重差というか、そうですね、体が